この動画では地籍予備調査2年目および3年目の事業内容についてお伝えします。浦安市地籍調査事業の概要についてをご覧になっていない方はそちらの動画もご覧ください。まず教会復元案に基づいて教会の位置を現地に黄色いペイントで示していきます。ペイント表示が完了した街区から立ち会いの準備ができ次第土地所有者に立ち会いの日程を連絡いたしますのでお待ちいただきますようお願いいたします。このような封筒が届きましたらご確認をお願いいたします。現地立ち会いでは浦安市の受託業者が現地に伺いペイントや土地の移動状況など市の教会復元案の説明を行い教会復元案への同意・不同意の意向を伺います。意向確認は書面にて行いご署名・ご捺印をいただきます。日時の都合が悪い場合にはどうしたらいいのかな。日時のご都合が悪い場合には土日を含めて調整を検討いたします。立ち会いの通知に日程調整専用の電話番号も併記しますのでご都合が悪い場合にはそちらにご連絡ください。また地籍予備調査の立ち会いにおける同意・不同意は地籍本調査へ移行できるかどうかに関わる非常に重要なものです。一度していただいた意思表示を覆すことは近隣の土地の所有者や事業の進捗に影響が及ぶため事業趣旨等を含め熟慮の上同意・不同意の判断をお願いいたします。遠方に住んでいる方やご高齢、ご病気などで現地に来られない土地所有者もいるよね。そういう場合はどうするのかな。教会復元案の現地立ち会いは土地の教会にかかる確認ですので土地所有者本人にお立ち会いいただくことが原則となります。ただし遠方に住んでいる方やご高齢、ご病気などで現地にお越しいただけない場合は土地所有者の自署・捺印による委任状を持って代理の方が立ち会うことも可能です。ご不明な点などありましたら浦安市地籍調査課へご相談ください。次に地籍予備調査から地籍本調査への移行についてご説明いたします。地籍予備調査は浦安市の独自調査で同意が得られた街区や区画のみ地籍本調査へ移行します。街区または区画内において同意が得られない土地所有者がいた場合全同意が得られなかった街区または区画として地籍本調査へは移行しません。街区とは住居表示でいう番を指します。例えば地籍2丁目1番1号であれば1番に相当するものを街区と呼びます。じゃあこの街区で地籍本調査への移行を判断するんだね。基本的にはそうですがそれ以外にも街区が公道で囲まれていない場合や一つの街区内に公道で囲まれた区画が存在している場合には街区ではなく公道で囲まれた区画で判断することもあります。でも地籍本調査へ移行しない街区や区画はどうなるのかな。不利益とかないのかな。地籍予備調査は土地所有者に不利益がないように行っているものです。本調査に移行しない場合には
現在の状態が継続することとなるため、土地所有者に不利益はないと考えています。ただし、今後境界を決める必要がある場合には、ご自分で専門家に依頼するなど、通常の境界確認をしていくこととなります。以上が地籍予備調査2年目3年目の事業内容となります。事業へのご協力をお願いいたします。なお、地籍調査に関するお問い合わせは、都市整備部地籍調査課までお願いいたします。また、よくあるご質問などは、Q&A として市のホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。